私ケイジチャンネルはスクエニと決別します。決別します。はい、理由はこれです。ファイナルファンタジー7エバークライシスのベータテスト、クローズドベータテスト落選しました。いや別に普通のことですよね。そんなもん抽選なわけですから落ちたっておかしくないですよ。これで決別ですか。そんなのおかしいですよね。でもおかしくないんです。これさ、落選したの俺だけじゃね。ツイッター見てても当選報告があっても落選報告全然ないんですよね。おかしいですね。俺だけが落選。そんなわけないですね。は？嘘だろ？マジで？何言ってんのそれ。なわけ、なことあるか？なわけないよね。なわけないよね。って思ったんですが、ちょっと思い当たる節がありまして。せや！これクローズドベータの応募の際に、YouTube で動画配信する予定はありますか？みたいな項目があって、そういう質問項目が。念のためハイにしといたんだよね。しないかもしれないけど、念のためハイにして、したら配信する予定のチャンネルはどれですかって URL 記載させられたの。だから記載しましたよ、私のチャンネルをね。要はスクエニさんサイドには、あ、この応募ケイジチャンネルだってバレてるわけね。当選させろよ、当選させろよ、何やってんだよ。え、あ、この応募ケイジチャンネルだ、落選ポチじゃねえんだよ、お前何やってんだよお前。ケイジチャンネルだ、当選ポチだろうがよ。何、落選ポチ、落選ボタン押してんじゃねえよ。サクセス。あ、何これ、あ、そういうこと、そういうこと、これあれか、これスクエニサイドからケイジチャンネルにノーセンキュー突きつけてきたってことね。あ、そういうことね。あ、そういうこと。決別します、決別します。今後これからスクエニのゲームはこれからも遊び続けますし、動画でも取り上げ続けます。だって面白かったら面白いよって動画作りたいじゃない。ね。だけど決別します。とりあえずちょっとショックが大きいので、一旦横になりますね、私。小一時間起こさないでください。スクエニとはもう決別か。あ、この T シャツ、東京ゲームショー行った時の T シャツだ。あの時は楽しかったな。ありがとうスクエニ。これももう着ることがないのか。これは捨てておこう。じゃあもう、あ、おいスクエニ、何やってんだよスクエニみたいなこと。ひょっとしたらこんなことやってたから机に嫌われちゃったのかな。でももうそれも昔の話。この T シャツもして、あ、ありがとうファイナルファンタジー 16FF16 めっちゃ面白かったよね。また遊びたくなってきたな。今日あたり遊ぼうかな。あ、これファイナルファンタジー7リメイクが発表されたタイミングで着ようと思ってたけど、発注が遅れて間に合わなかった T シャツ、一回も着ないで終わっちゃったな。これも捨てようかな。スクエニとの思、ちょっと待って、スクエニさん本当にいいの？ね、本当にケイジチャンネルと決別して本当にいいんですか？だっていないよ、ここまでやる人いないよね。せや、あ、まあ、コスプレとか自分のお金で作ってすっごいクオリティの高いコスプレしてる人たちとか完全にこれの上位互換だけど、でもこのしょぼいクオリティでここまでやる人はそうそういないよ。ファイナルファンタジー7エバークライシスだってね、今回ベータテスト落選したところでサービス開始したら普通にやりますよ。だって私、しかもあれガチャだよね、しかもあれガチャだよね。ここまでする人がガチャ引いたらどうなっちゃうんだと思います？どうなっちゃうんだろうね。エースになると思うよ、エバークライシスはエースになると思いますよ俺多分。ガチャ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 ってやってガチャ引きすぎて、このガチャの回すとこ取れちゃうぐらいガチャ引いちゃうかもしれないよね。あ、今ずるいこと考えたでしょ。じゃあケイジチャンネルのレア出現度だけものすごく下げちゃうとか、そんなこと考えたでしょ。やめてよ、ちょっとやめてよ。ああ、世界で唯一のファイナルファンタジー7エバークライシスクローズドベータテスト落選者のこの俺が、
ちょっと待って、やめてやめて。今、コメントで、え、いや、普通に自分も落選してますけどっていうコメント書こうとした人、中にはいるよね。それ絶対やめてください。いや、ここまでの下り全部無駄になるんで、それだけは絶対やめてください。ああ、そうそう、やめてやめて、書かない。何やってんの？書こうとするのやめてください。今、この場では、落選したのは世界で私だけっていう体でやってるんです。ちょ、全然書かないで、書かないで。絶対に書かないで、もう書いた人を順にバーンしていきます。書いた人を順にバーンします。ああ、もう救えにとは決別だ。決別だー。あれ？あ、これちょっと待って。これマレーシアかどっかのゲームメディアが、ファイナルファンタジー16発売後の吉田さんにインタビューしてる動画がある。え、ちょっと待って、FF16 発売後にさ、吉田さんがなんかこうアクション、リアクションしてるのってさ、ほとんどまだないよね。何何？ファイナルファンタジー16がこれほど称賛されるのは嬉しいことですか？みたいな質問を受けてますね。動画の公開がおそらく7月5日ぐらいなんですよね。実際にインタビュー受けてるのはもう数日前かもしれませんけれどもね。吉田さんが答えてるのをちょっと抜粋すると、まずはホッとしているのが正直なところ。今の時代メタクリティックはユーザーも最初に気にするところでもあるし、最近のスクエアエニックスのタイトルは村もあって議論もされていたし、7年ぶりのファイナルファンタジーの新作ということもあってプレッシャーは強かった。まずは世界的な評価としていい点数をいただけたこと、プレイヤーの皆さんからポジティブな声を見たので、とにかくホッとしている。ちょっと待って、日本以外でもすごい盛り上がってるんだよねこれきっとね。そしてプレイヤーからはポジティブな声をいただいているというようなのが吉田さんの感想。いや、そうなんだよね。ツイッターでファイナルファンタジー16で検索かけてツイート見てもほとんどの人が楽しんでるし、まあ、やずもがなメタクリティックとかユーザースコアではほとんどの方がポジティブなレビューをしていますから。なんかたまにね、ファイナルファンタジー16って賛否両論だよねっていう方がいるんだけど、どこで賛否両論になってるのかちょっとガチで教えてほしいんだけど、ね、ほとんどポジティブだと思うんだよね。ちょっと吉田さんの回答の抜粋に続きます。ただホッとしているだけではなくて、プレイヤーの声、モーションブラーが強いから切ってほしいとか、カメラの追従をオフにしたいとか、いろんな細かいフィードバックをいただいていて、そういったアップデートに取り掛かっています。それに限らず、今後16をさらに遊びやすくしていくための努力っていうのを引き続き続けていきたい。ゲームデザイン上でもファイナルファンタジー16として選択と集中をやってきて、それらの経験を生かして次のゲームにもつなげていきたい。いや、楽しんでるユーザーの声がね、作ってる人たちにとりあえず届いて、我々もホッとしてる。いや、ポジティブな声ちゃんとね、作ってる人たちに届いてるかなってちょっと思ってたんだけど、いや、大丈夫っぽいですね。あ、ちょっと待って、賛否両論どこでなってんのって、ひょっとして俺のコメント欄。いや、しかもですね、ユーザーが楽しんでるだけに飽き足らず、今後さらに良くしていくための努力をしていくということなんで、非常にその辺も含めてちょっとね、楽しみですよね。まあ、楽しみっていうか、もう遊び終えた人もいるかもしれないんですけどね。あ、でね、こんな質問も受けてますね。マレーシアのドリアンは食べた？でね、これ、吉田さんの回答なんだけど、匂いを確認して遠慮したって。いや、そこは食べてあげてよ、そこは。俺もドリアン食ったことないな。え、ドリアン食べたことある人いる？どうなの？ね、いや、フルーツの王様とかって言うじゃないね。匂いはすごいきついって言うけど、味ってどうなんだろうね。匂いきつい食べ物が美味しいことってあるのかな。ちょっと他の質問の回答を見てみましょう。ファイナルファンタジー16では、MMO のようなボス戦をずっと想定していたのですか？これに対して吉田さんの回答は、確かに MMO っぽいボスっていう声はあるんだけれども、おそらくイメージが先行していて、ファイナルファンタジー14を作っているからっていうイメージが強いからだと思っています。もし CBU3 が FF14 を担当していなければ、あれを MMO だとは思わないような気がする。それくらい意識していない。コンバットディレクターはファイナルファンタジー14の開発に携わっているわけじゃないので、今回のアビリティのローテーションはコンバットディレクターのアイディアなので、そもそもそこは関係がない。ただ、敵の攻撃がどこにどんな攻撃をしてくるのか、わかりやすく明示するのはファイナルファンタジー14でも良かったところなので、16でも採用したいってディレクターがこだわったところ。あのボスのあり方は別に MMO っぽさを持ってこようとしていたっていうわけではなくて、まあ、コンバットデザインに合わせて出来上がったものっていうところでしょうかね。ボス戦でも相当面白いっすよね。アビリティとかね、叩き込んでいくのが楽しいですし、ストーリー進めていくとアビリティがどんどん増えていって、叩き込めるアビリティが増えていくのもね、良かったですよね。でもそんなようなね、質問がありまして、ファイナルファンタジー16の戦闘にマネジメントが多いのは、クロマ同士への愛があるからですか？
これは多分ね、ファイナルファンタジー14のクロマ同士のキャラクターのあり方と、今回の戦闘のあり方がちょっと似てるっていうことなんだと思います。で、なおかつ、吉田さんってクロマ同士好きなんだよね。ご自身でも使ってらっしゃって。私もファイナルファンタジー14申請のタイミングで、どのジョブ選ぼうかなと思った時にクロマ同士選んだんですよ。で、吉田さんも使ってるって言ってたから、じゃあ俺もそれにしようって言って選んだっていう記憶があるので、確かね、吉田さんはクロマ同士大好きなはずなんですけれども、この質問に対する吉田さんの回答としては、ちょっと笑いながらではあるんですけれども、僕はプロデューサーであってディレクターじゃないですもんというふうに言ってましたね。要はその辺に対しては、意見しているわけではないですよというところ。ただ、吉田さん曰くですね、今回のバトルは極限のターンベースだとも考えられると思っていて、どの敵を攻撃するかを選んで、MP 管理はないけれども、召喚獣アビリティ管理があって、例えばリキャストが回れば最速で使えばいいっていうわけでなくて、テイクダウンが取れそうならあえて控えておくだとか、指向性がちゃんとあったコンバットアクションになっていて、こだわって作ったところで非常によくできていると思ってプレイしていましたというふうに答えております。それこそね、吉田さんは、まあ、プロデューサーの立場として、ユーザー目線で、FF16 をいの一番にプレイするっていうのが自分の役割だと思ってました、なんていうことをおっしゃってましたね。FF6 のシャドウが、16のクライブと似てるところがたくさんあるのを、皆さんは面白いと思いましたか？これに対してですね、それめっちゃ偶然ですよって答えてました。ちょっと待って。クライブと6のシャドウって似てるところあるかな？まあ、外見がちょっと黒が多いっていうところと、あとは、まあ、犬連れてるっていうところか。インターセプター。それ以外ってなんか似てるところあるかな？シャドウはだって忍者だしね。他に似てるところなんかあるかな？シャドウとクライブの共通点みたいなので他に気づいてるところありましたら、なんか皆さんぜひコメントでちょっと教えてください。FF16 でレッドチョコメテオは密かにナーフされた？レッドチョコボって多分14とかに出てたのかな？それでめちゃくちゃ強かったんでしょ？だからこんな質問があったんだと思います。それに対しての回答なんですが、レッドチョコボの逸話を知っていると、まあ、いるだけでニヤッとできるじゃないですか。でも、毎回毎回強いだと、オマージュしすぎになるかなと。16は独立したタイトルとして、あんまりそういうことをしないようにしていた。とのことだそうです。なので、まあ、14でめちゃくちゃ強くて、ひょっとしたら話題になったのかもしれませんね。今回16で出て、で、今回もめちゃめちゃ強くする。みたいなことにはしなかったようですね。で、これが多分結構皆さん、気になるんじゃないでしょうか。DLC の予定はありますか？これに対する回答としては、まずは単独の作品としてしっかりと描ききる。DLC がなくても 100% 楽しんでもらえるっていうところを目指して作ってきました。ただ、その上で、プレイした人たちから、ぜひ、もっと見たい、もっと知りたいと言ってもらえているので、ポジティブに考えていきたいと思います。報告できるタイミングが来たらお話ししようとは思います。というふうに答えておりました。いや、これはね、これ十分にあるんじゃないでしょうか。ただね、ごめん、ちょっとここからのトーク少しネタバレになってしまうので、ズバッとネタバレはなるべく言いませんけれども、聞きたくない方は、この時間まで飛ばした方がいいかもしれません。例えばなんですけど、エンディングを補完するような話の DLC とかはやらないと思います。なんかみんな気になってるところじゃないですか。で、結局エンディングの結末、あれ、誰が生き残ってどうなってるのみたいなところって、なんかね、日本だけじゃなくて海外でも同じ議論してる人たちが結構いたりするんですよ。でも、そこを描くようなことは絶対しないと思います。だって、生きじゃないよね。それに吉田さんも、今回はこの作品で 100% 描ききってるというふうにおっしゃってますので、あの結末がファイナルファンタジー16の用意された結末であり、その後の物語があるわけではない。でも、そこがやっぱりいいんだよね。俺もあの結末のあり方がかなり美しい結末だなっていうふうに私も思ってますので。私が作った感想動画にいただいたコメントで、私が思いつきもしなかったところに考えを寄せてる人とか、結構いたりして、うわ、その見方があったか、みたいな、ちょっと感心してたりもしてます。FF16 はね、まあ、エンディングとか、キャラクター様々なところに考察をして、みんなで話し合ったり、語り合ったりすることができる、すごく楽しい作品だなと思っております。せや！いやー、なんかそんな話してたら、ちょっとマジで、16遊びたくなってきたわ。ね。まだね、ちょっとファイナルファンタジーチャレンジの方とか、その辺しっかりやれてるわけではないので、まだまだ遊べるなと思ってます。
え、何？スクエニと決別はどうなったのかって？スクエニと決別。